選手グルメ食レポ対決です。このコーナーはスワローズの中でもおしゃべりがお上手な5名の選手に集まっていただきました。ご紹介しましょう。高梨弘俊選手、塩見康隆選手、田口和人選手、清水昇選手、そして丸山和也選手です。食レポ対決の審査委員長には青木典親選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。まずは皆さん、今シーズン本当にお疲れ様でした。青木選手、今シーズン振り返っていかがでしたか？残念なシーンですね。残念。最後の試合だけなんかいい感じでしたけど、残念ですけど、そうですね。さあ、田口選手はクローザーとして1年間フル回転されましたけれども、この1年通していかがでしたか？すごく大変な1年だったんですけど、まずは皆さん来年もよろしくお願いします。鉄さんとか、胸のお肉のお弁当は食べたことあるんですけど、美味しかったですね。よかったです。ちょっとこの後の食レポ、今のコメントで心配になりましたけど、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、お願いします。さあ、今シーズン神宮球場のスワローズ戦では、およそ120種類の選手グルメを発売しました。今日はその中でもグレードのいい高梨選手、塩見選手、田口選手、清水選手、そして丸山選手のグルメをご自身で召し上がっていただいて、それを食レポしていただきます。さあ、ファッションの皆さんが選手グルメを持ってきてくださいました。グルメの紹介をお願いします。はい、まずは利久ガッツランドの高梨弘俊のナッシーナシナッシー。続いて塚田農場塩見康隆若鶏のネギ塩唐揚げ丼。そして鉄板酒場鉄一田口和人の田口のエビ入りおも焼きそば。そしてツバメ食堂清水昇炎の牛カルビ焼肉丼。最後は大阪焼肉ホルモン双子丸山和也のベリーベリーカスタードパフェ。らしいらしい。そしてそして審査委員長青木選手の手芸名青木典親の宮崎最強セット丼をご用意いたしました。どれも売れ筋上位に入る人気商品です。ありがとうございます。さあ、今日はご自身のメニューとして、そして他の選手のメニューも食べていただいて、その後食レポをしていただきます。食レポが全員終わった後にファンの皆さんの拍手と青木審査委員長の判定で順位を決めます。一番下手だった方にはなんと罰ゲームがございます。かなり難易度の高い罰ゲームとなっておりますので、全力で頑張ってください。さあ、それでは行きましょう。ご自身の選手グルメ実食スタートです。召し上がっていただいて、もうみんないいですね。そうなんです、一旦食べてから後でまとめて食レポをしていただきます。食レポのうまさが落ちるんですね。そうなんです。おしゃべりします。5人ですか？そうなんです、期待がかなり高まっております。あ、勝手に立ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です、動いていただいて。はい、そうか、梨混ぜてるね。梨混ぜてますね。梨らし言いづらい、言いづらい。言えてます、言えてます。早口言葉みたいですね。どうみんなどうですか？皆さん、あれ、ちょっと田口食べてないけど、お腹空いてない？いや、ちょっとグルテンフリーをしてまして。グルテンフリー、はい、ちょっと食べられないので、はい、ちょっとどなたか代わりに食べてくれると嬉しいんですけど、どなたにお願いしたいですか？じゃあ、パッションパッションの人に食べてもらいましょう。どなたにお願いしましょう。あ、パッションの方いいですか？お願いします。じゃあ上がってきてもらって、こちらにお願いします。お腹すいてますけどね。
切るか。ですよね。僕はそれを見て、ね、食レポすればいいですね。そうですね、そうですね。食べる姿。そうね。その食べる姿を見て食レポ。どんな風に食べるか。伝わりました？伝わりましたか？全部わかりました。通常時にね、ご飯くらいだったら上手。あ、もう一口で大丈夫ですか？伝わりきりました？大丈夫です。大丈夫ですね。美味しそうに召し上がっていただきました。まあ、もう2個目いくんじゃないですか。これ食レポだよ、食レポ。めちゃうまそう。ちなみに他の選手気になったプランとか皆さんあるんですか？これはあれ、鶏肉。俺、シミチョウ、シミチョウ全然食べてないけど。食べてます。どう？めちゃくちゃ美味しいです。美味しい。やっぱ、あれ？ここの皮で塗りますけど。どう美味しいの？いや、やっぱ、していいですか？この後聞きましょうか。ネタバレになっちゃう。進行が早すぎる。申し訳ないです。すいません。一歩先に。それでは皆さんも召し上がれましたかね？大丈夫でしょうか？え、ちょっと田崎さん、ちょっと他の選手の食べたいものとかがあれば、今この時間で召し上がれば。これ、僕も食べなきゃダメですね。あ、確かにそうです。柱塩、柱塩食べる。なんで3つもあんの？ラーメンこんなの食べたら柱塩ないです。同じ種類の3つずつみたいな。食べ比べしていただいていいそうです。皆さんで交換校してもらって食べていただいていいみたいですけど。どうですか？結構これ今青木選手が召し上がってるのは何ですか？地鶏とチキン南蛮ですね。プライムで違う人が明日来るから帰ってからでも十分だと思うんだ。さすが、なんか美味しそうな感じ伝わってきました。出し出し出し。じゃあそれではですね、皆さんも召し上がったと思いますので、食レポ対決に行きたいと思います。まずは丸山選手からいきましょう。ステージ中央にお願いします。ファッションの方もこちらにお願いします。こっちが選手ですね。こっちがパッションらしいです。それでは丸山選手お願いします。この生クリームがめちゃくちゃ甘くて、でもその上に乗っかってるベリーたちがその甘さをかき消して、酸っぱさでなんかいい中和感になってて、めちゃくちゃうまいです。これ食べないとほんと損するぐらいうまいです。ありがとうございました。コメント適当だぞ、お前。この拍手でね、なんとなく雰囲気が分かってきますけれども、続いてはまずはこちら丸山選手の食レポ、青木選手いかがでしたか？努力は認めんだけど、もう一声欲しかった。もう一声欲しかった。めちゃめちゃ好きなの。ベリ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 グッズ。お、今のでちょっと今ので評価少しポイント上がりました。よかったです。さあ、続いては清水選手お願いします。ファッションの方も前へお願いします。これは何丼でしたっけ？清水選手のは何丼でしょうか？カルビですか？カルビのカルビらしいよ。牛カルビ焼肉丼ですね。はい、はい、それでは食レポお願いします。この卵と、カルビの、コラボっていうのがやっぱり、僕とたけしさんぐらい、緩和してて、勝利の方程式ぐらい硬い噂があるんじゃないかなって思ってます。あ、やばい、うまいな、シミノボ。野球入れてきました。ちょっとレベル上がったじゃないですか。振り切れなかったね。そうきた、はい、いかがでしたか？そうきた。すいません。あ、覚えました。もう一声分かると、もう一声からの
アドリブ力が求められますね。あ、そうですね。アドリブ頑張ってと思うけどなんかじゃあ九州に行かない九州に行かない僕の方ぐらい、ほっぺが落ちます。おー、うまいうまいすごい、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。ポイント高い、かなりポイント高いんじゃないですか。いい振りいただいたんで、いい、ありがとうございます。ありがとうございました。落ちてる、落ちてる、落ちましたね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いては田口選手お願いします。関係しようがない。最後何か求められる可能性ないですね。すげえないだなかな。どんどんないよ。なしは本当苦手だよ。さっきちょっとこれ行きたいって言ってました。緊張してるじゃないですか。のりさん、ちょっとゴミ拾ってきました。ありがとうございます。あ、そういうポイントね。ポイントの取り方がもういいね、細かいね、そういうところ。あれ、あれお願いします。はい、この、操作はもう見たと思うんですけど、うまさがどんどん伝わってくるんですよ。押し上げてくる。本当に、まあ、一言で言うと山田選手、村上選手のような丼疲れるでしょ、食べるの。焼きそば見てすするだけ、いつでも食える、これしかない、オム焼きそば。YouTube の娘やわ。顔を作った今、まだ分かるからね。ごちそうさまです。いかがですか。じゃあとりあえず一本締めしようか。一本締めじゃねえ、三本締めって何商品もないよ。卒業するって言ったばっかりなんですよ。じゃあラスト今日この締めで、もう来年はいいから、ここでお酒ですよ。お酒です。食レポで後ろにいる人たちもみんな最後番組お卒業するよ。みんなインスタ映えするようにちゃんと撮っててよ。映えするように。いいや、 OK。 炎上しませんように。ありがたいけど、どうなんだろうね。おぉ、締めてくれた。最後だからね。最後。何もないからね。優勝だ俺。皆さんしっかりと収めていただき、優勝っす。でも今締まりましたよ。締まりましたけど。まだもういい。もういいですよね。締まってるんですよ。締まってる。もう終わったはず。終わったよ。締まったところからすいません。塩見選手お願いします。あれきついよこれ。いいじゃん、ほら、またここからスタートとしてみろ。リードオフなんだから。おぉ、ね、だから、リードオフだ。始めますか。はい、お願いします。何でしたっけ、ネギネギたくさん盛りでしたっけ。はい、塩見選手、若鶏のネギ塩から揚げ丼。そうなんです、この若鶏の、ネギ塩から揚げ丼、開けた瞬間にこのネギ好きにはたまらないこのネギの風味が、飛んできまして、まず何もつけずに食べるとですね、あの鶏の美味しさとネギが、相まってとてもいい、お味になっております。そしてこの温泉卵の方を、合わせますと、これは、ね、なかなかにこの絶妙なこの、なんていうんですかね、そうですね、まあそうです、はい、いいです、ね、まあいわゆるあれですね、ヤクルトの試合ぐらい飽きない丼となっております。長いからもう一回。そうですね。なんといってもこの丼の中にですね、唐揚げ、ネギ塩だれがかかった唐揚げが5個も入っています。5個ですよ。5口で食べ終われます。5口で食べ終わる。
味が絶妙なバランスですね。うん、いい。配置のバランスがいい。はい、これはですね、食べても美味しい、見ても楽しい、そういう丼になってます。ダメ。ね、来年はどれぐらい打つの。あ、そうですね。来年はですね、言ってたじゃん俺に。あれですか。あれだ、あれ。あれですか。来年三冠を取ります。そうですね、来年は怪我しないで本当に頑張ります。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。この後やるんすか。やばい、トイレ行ったほうがいいじゃん。やばいよ。なんでバンバンやってるの。大鳥高橋選手、どんどんプレッシャーかけますね。お願いします。ゴミ拾ってくれましたか。すごいね。マジお前のか。いいですか。はい、お願いします。ヤクルトの、キコマロならぬナシマロです。このナッシーのナシラッシーはもうナシの果実がたくさん入っていて、まるでナシの宝石箱。こんなにしやすいかな。緊張で。もういいっすか。もう退場していいですか。もう勝ったから、もう優勝。勝ったから優勝。俺も勝った。勝ったから優勝。勝った選手、もういいですか、優勝。もう優勝。結果発表してもらった。優勝。もう優勝今、あたす。宝石箱やって誰が一番面白いか。宝石箱やー。ちゃんと言っちゃいました。あとインスタ映えするようにお願いします。インスタ映えするように大丈夫ですか。大丈夫。いいですか。大丈夫です。これってさ、カーガルじゃないの。さあ皆さん、ありがとうございました。さあ選手全員の食レポが終わりましたので、青木選手もお手本で食レポ、ここで。そうだ、自分の食レポがあった。お願いします。はい、これ鍛えられますよ。いや、ちょっと待って。本当ごめんね、なんか。散々無茶振りしようとした。本当にこれ、この地鶏、普通であればもっと硬い感じするんですけど、ここめちゃめちゃ柔らかいです。この柔らかさが出るっていうのはなかなかないんです。実はこれ真空パックでやると、真空パック出してるやつは結構みんな硬いんですよ。なんですけど、これ多分冷凍で焼いてるやつなんで、炒めてるやつなんで、めっちゃ柔らかいですよ。で、もう立った瞬間、ここにもうすごいじわーっとこう、まるが広がるような感じがして、そう、この横にあるチキン南蛮も、そう、タルタルソースがたまんない感じで、そう、もうね、このタルタルソースがこの口の中で広がって、味の宝石箱やー。おいしい。さすがに。梨の宝石箱って言ったっけ。何て言ったっけ、さっき。梨の宝石箱。鳥の宝石箱やーって感じなんだ。応援してほしい。もう一品。そうなんですよ。僕も思います。美味しさすぎます。美味しすぎます。でもやっぱ鳥の宝石箱じゃん。鳥の宝石箱やちゃんと同じこと言ってるだけなのに。そうだよね、みんな。
のりさん、めちゃくちゃ好きだよ。でも全然、ね、ほんとね、美味しいからみんな食べてください。あの、来年は多分もっと柔らかいお肉が来ると思うので、その準備もよろしくお願いします。業者の揺さぶり、業者好き。食べてください。岡崎選手、ありがとうございました。さあ、それではここからは、ファンの皆さんの拍手で順位を決めていきたいと思います。これ、罰ゲームかかっていることを皆さん覚えてますか？ガイアスタンドの皆さんもいいですか、準備は。優勝は決まってしまったかもしれませんが、皆さんの拍手でも決めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ちゃんやる前に演じしないかな。丸山選手が良かったと思う方は拍手をお願いします。丸ちゃん弱いな。知らん。ありがとうございます。続いて清水選手が良かったと思う方、拍手をお願いします。ここら辺からね、レベルがバンバン上がってるんだよな。ちょっと多いですね。これ一番少なかった拍手の方も覚えておいてください。続いて田口選手が良かったと思う方、拍手をお願いします。優勝だ。優勝です。食べてないのに食べてないのに。それね、ゴミ拾いましたから。ポイント高い。続いて塩見選手が良かったと思う方、拍手をお願いします。一番大きいじゃないですか。ちょっと塩見だったな。大きいですよね。最後に高梨選手が良かったと思う方、拍手をお願いします。何よ、どうですか高梨選手、どうでしょう。これ最後の2人が似たような感じですね。これノリさんのノリさんないでしょ。聞いていいですか。聞いてみましょう。青木選手が良かったと思う方、拍手をお願いします。おー、すごい足りずに負けてるよ。これどうですか。一番拍手が大きかった優勝誰にしましょう。高橋さん、言ってくれよ。そうですよね。でもやっぱり足じゃん。雑誌らしい。おめでとうございます。おめでとうございます。面白かったわ。勘弁してよ。振り来たぞ。振りアンコールだ。味の宝石箱。梨の果実は、まさに梨の宝石箱だ。山でしょうね、どなたでしょうか。一番奥にいるのどうしよう。丸山です。丸山最下位。丸山選手が最下位に決定いたしました。それでは罰ゲームの発表です。見下ろされるの。今日の罰ゲームこちらです。じゃじゃん。それはじゃん。これどんどんいっちゃうんですよ。めっちゃ売れるじゃん。皆さんにやってほしいんですけど、ここは罰ゲームということで。なかなかね、ご自身のグルメの美味しさがファンの皆さんに伝わりきらなかったので、これからこの商品のお店に行っていただいて、店頭で呼び込み販売をしていただきます。皆さん、待ってくださいね。それでは罰ゲーム選手の丸山選手、送り出しましょう。今後行くんですか。走ってんじゃん。